ご機嫌クッキングのコーナーです、はい、今日の先生ご紹介します。今日の先生は成健さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。今日作るのはこちらのお料理です。子どもたちも冬休みに入っていきますよね。そんな冬休みに作ろう、今日はホットプレートで簡単ミートドリアです。ではお願いします。はい、お願いします。面白いね、はい、ホットプレート。そうですね、うん、もう今日はホットプレート1個で、全部やっちゃいたいと思います、うんうんうん、はい、じゃあまず早速もう具材炒めてるんですけども、ちょっと時間かかるので途中までやっておりました。信じてますね。はい、サラダ油を入れたホットプレートにですね、はい、野菜が玉ねぎ、しめじ、ほうれん草ですね、こちらをもうこのぐらいしんなりするまで、炒めてあげてください。まあ、といっても1分ぐらいでもうすぐに炒め上がりますので、はい、そしたらばこれをですねホワイトソースにしていきます。はい、ではまず最初に薄力粉を、はい、こんな感じで野菜と絡ませるようにふるい入れたらば、粉気がなくなるまでですねちょっとしっかりと混ぜてあげます。はい、軽くはですね結構ずっと強火で大丈夫ですので、はい、まだちょっとこう粉が残ってますけども、粉と野菜を絡めてあげるようなイメージですね。はい、こんな感じです。明らかなこう粉粉しているのがなくなったらもうこれで OK ですね。はい、そしたらば、次牛乳です。で、牛乳なんですけども、冷たいの入れてもいいんですけど、今日ちょっと時間短縮のために温かいのを入れます。 400cc 一気にジャーッと入れます。おーと、こんな感じでいきます。はい、あとはですねもうここに調味料も全部入れちゃいます。はい、まずコーンですね。よいしょ。はい、コーンと顆粒コンソメ。はい、あとはお塩適量なんですけども、まあちょっと3つまみぐらいちょっと入れましょうか。と、胡椒ちょっとですね多め、黒胡椒ちょっと多めの方が美味しいですね。はい、こんな感じです。はい、そしたらばこの野菜についてるこの小麦粉ですね、こちらと牛乳が合わさるととろみがだんだんついてきますので、ちょっとこう混ぜながらですね、まあそうですね実際1分ぐらいでとろみ全体ついてきますので、ちょっとこうやって混ぜてあげてください。やはりね、はい、ダマになるのがねホワイトソース難しいところなんですけど、はい、この野菜にこう小麦粉が絡まってるのを一緒に煮込むとですねダマにならないんですよね。だからもう失敗なく作れますので、ホットプレート考えてみてなんか広くて調理しやすそうな感じがしますよね。深さがねちょっと浅いので、こぼれる、横にこぼれるだけちょっと気をつけていただければ、すごく軽くも安定してますので、すごくやりやすいですね。ついてきましたね。はい、ついてきましたね、はい、もうちょっとだけ加熱したいので、はい、ちょっともう一度加熱する間に上にかけるソースの説明させていただきます。はい、これですね、そのミートソース風、デミソース風ですね、うんうん、ベーコンは粗めに刻んであげてください。あとは中濃ソースとケチャップと砂糖だけを混ぜた、うん、ちょっとまあ簡単ミートソースみたいな、はい、そういうものですね。こちらも本当混ぜるだけで結構です。はい、そんなこんな言ってるうちにだいぶとろみついてきましたね。もったりとしてきました。普段焼肉かやってお好み焼 き,、はい、お好み焼き、うん、あと餃子焼くくらい。そうですよね、結構火使うわけじゃないので、家族というか、まあ、小さいお子さん近くにいて、まあ、ここ触ると暑いですけども、うん、そういう意味では安全な道具なんじゃないかなと、ね、はい、思いますよね、うん。はい、こんな感じで全体が、とろみついて、ホワイトソース、はい、均等になりました。はい、そしたらば、ドリアですので今日はご飯ですね入れます。あれ色がついてる、はい、まあ、白いご飯でもいいんですけど、今日ちょっと、ちょっと可愛い感じにターメリックライスですね、はいはい、炊いたご飯にターメリックちょっと混ぜておきました。これを入れます。で、全部完全に混ぜちゃうとちょっともったいないので、ご飯とこのホワイトソースをざっくり混ぜるという、ちょっとこう下の方にあるソースをですね、こうちょっとこう絡めるっていう程度、まあ、リゾットとも違うからね。そう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 、完全に混ぜちゃうと本当にご飯とソースが一緒になっちゃうので、うん、ちょっと面白くないので、全体ちょっとこんな感じで絡まればそれで大丈夫です。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。全体混ざりました。はい、はい、そしたらばあとここに、よしと、先ほどのミート、デミソースですね、こちらの方です。これをちょっとかけていきましょうか。ミートソースといってもベーコンなので簡単に作ること、加熱しないでも作ることできます。ソースとケチャップ、まあ、ほぼデミグラス。そうですね、はい、こ
このホワイトソースだけでも美味しいんですけど、このデミソース風があるとすごくアクセントになって、こっちちょっと砂糖入ってて甘みあるので、それがまたですね、小さい子が好きな味になりますので、はい、こんな感じですね。はい、そしたらばあとはチーズを全体に振り入れて、はい、ドリアですね、もうみんな好きなやつですね。はいと、はい、こんな感じです。あとはこれで蓋して、だいたい全部溶けるまで2分ぐらいかかるんですけど、まあ、ちょっと時間あまりないんですけども、ちょっとやってみましょう。はい、はい、で一応今日はですね、時間かかるので、もう盛り付けておきました。はい、でこんな感じに、あとパセリを飾れば完成というところですね。はい、はい、こんな感じですね。彩りもよく完成いたしました。うん、では材料のおさらいです。はいはい、4人分です。ご飯2合、ミックスチーズ 60g、 ソースはベーコン 60g、 中濃ソース、ケチャップ大さじ4、砂糖小さじ2、ホワイトソースはサラダ油大さじ3、玉ねぎ1/2個、しめじ1/2株、ほうれん草1/3わ、そして薄力粉大さじ4、牛乳 400cc、 顆粒のコンソメ小さじ1、コーンの缶詰 70g、 また塩コショウ適量です。材料レシピはホームページ、またテレリンクに掲載しています。今日のクッキングの内容は放送終了後テレイワヤでもご覧いただけます。どうぞご覧ください。はい、ではいただきます。うん、ちょっと焦げた感じも、うん、おいしいみんな大好きな味ですホワイトソースがとっても優しい味わいで、おいしいですね。うん、ちょっと懐かしい味というか、あのチーズなんだろう、はい、うん、美味しいですよね。チーズの焼き色つかないんですけど、うん、その代わりその下の方が焼き色ついて香ばしさが出るので、そういう意味ではもう大丈夫なんじゃないかなと。あのデミ風ソースじゃない、デミ風ソースが、うん、そう、先生の言う通りちょっとアクセントになって、そうなんです。クリスマスいいんじゃないですか、ね、これは美味しい。はい、材料あれば10分でできますので、はい、あともバイキング形式で、ね、撮るみたいな感じ で、 そうですね、雰囲気ありますよね。ちょっとパーティーっぽくなるような感じもいたします。はい、後でおかわりしよう美味しかった本当にバイキングおかわりみたいな感じ、はい、おかわりです、はい、作ってみてください、はい、さあ作るといえば、明日は親子で作ろう親子クッキングです。豚肉の巻き煮を作ります。材料は豚バラ薄切り肉、そして片栗粉、すき焼きのタレを用意してください。今日の料理は成健さんに教えてもらいました。先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。